と1時間59分録画可能ですか。うん、休憩した。洞窟はあそこの下に開いてるんですかね。見えないな。洞窟があるかもしれない崖。何語だこれ。アインフリーレン、フリーペン？ドイツ語か。なんかドイツ語っぽいケースが。ドイツ語？左上のアインっていうだけで私はドイツ語かと思ったんですけど。アインフリーレンか。保冷剤の容器ですか。ああ。そう。ジャブジャブいってる。保冷剤ですか。にあるんですかね。見えません。あの辺のどっかに。崖の下にあるんですかね。まあいいかな。強化してある。よっちゃ。もしかしたらトイレでも探しに来たのかな、さっきの車は。風向きが変わらなければ戻るときは追い風ですね、うん、そうですね。でこっから先なんか山があの上に、あ、道見える。あれか、あれ登るんですか。ちょっとしてあれ どこまで続いてるのか地図じゃ分かんなかったんですよ。多分案内板があると思うんで。しかしなんだあれ。まあそれでも標高100ぐらいです。
見たとこえらい勾配ありますね、あれは。これ等高線突っ切ってますよ。塩下と書いて菅浜。さっきの端っこの方か。いや、私も最近なんか限界まで使い切ること多いです、妙に。あ、なんか書いてある。あ、すごいな、パルギア。うん？あ、これ。もうギアがねえ。これ以上軽くならない。この回転数のさ、しかもまだ余裕がある。いや。タナの久場山？久場山？あ、久場と書いて久場って読むのか。あれ、久場、あっちは場所の場だけど、こっちは葉っぱの葉だ。あと棚じゃなくてダナって書いてあります。あ、わあ、向こうもすごい景色。あれは後で追い風で走るか。うん、うん、これ道続いてないのかもしれないですね。でも行けるだけ行ってみていいですかね。伊平屋まいまいっていうカタツムリがいるらしいです。いや、だうわ、ここに荷物置いていく手もありますね。あ、その手もありますね。どうします？あ、いや、私は多分ギア比的に大丈夫です。言うだけ言いましたけど。まあ、ゆっくり登ればなんとかなるでしょう。よし、使い切った。これ倍以上下がるのかな。いや、ちょうど2倍ぐらい。34の27だから痛い。すみません、今のそのペダルの回転見てると、そっちが1回転回してられて、こっちが2回転回してる。あ、きついな、やっぱり。なんかよりきつくなってますね、最後。今すでに勾配 15%、16%、16%？ え、そんなにある？ 12、3% だと思ったんですけど。まあ、気圧で見てるから、ここは当てにならないですけどね。あ、気圧。うわあ、ちょっとだけ緩くなった。上がったら緩くなってくれることを思って。これは何でしょうな。お、そうか、東大のとこか。そりゃそうだよな。あ、全然。全然何ですか。全然緩くなってないですよ。
写真撮るためにやむなく足をつこうかな。やった。すごいな、あのギア来て。うん、あ、聞こえなかったです。気合的には寒い時はこの母いうので喉がやられて痛くなってくるんですけど、こんだけ暖かいと平気だな。すごい。やった、まだあんのか。ラスト。よく足つかずに登れますね。さすがだ。倍ぐらいのギア比で、倍の重さで。まあでも体重はロボさんの体重ないはずだから。まあそれにしても体重の誤差で。あち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 。あち。名前は、読めん。伊平屋、うん、普通に伊平屋灯台か。いや、白になんて書いてあるのか。あ、すいません。伊平屋島、伊平屋島か。伊平屋島灯台。灯台ですね。写真撮ってもわかんないな、これ。丸い。ちぃ。これなりに電波は大丈夫。もう暑いんで一旦ヘルメット脱ぎます。うん、しょ、風吹きませんように。
向こうの方になんか少し上の方に登る道があって、でそこで展望があるわけじゃなくて、灯台の少し見やすい場所に登れる道があったので写真撮ってきました。あっち、なるほど、こういうことらしいです。そう。あ、リンクは立ったんですね。はい。嘘だそうです。まあでも、このままだったらユーストかなと思ってました。ユーストの方が有利なとこいっぱいあるんで。
にフォースクエアのポイント情報がない、ね、ない、あの、うん、誰もまだここで1回もやってないってことですよね。そう、そういうことですね。それは価値としては高いんですか、フォースクエア的には。どうなんでしょうね、よく知らないけど。なんかメイヤーになるんでしたっけ。メイヤー、メイヤーは何度か来て、ね、来ないとなんか慣れなかった気がします。あ、1回ただけ、1回だけじゃないんですか。ゴーデンさんとは言えないから。そうですね、いやー汗かいた。まだこんなにあるのか。 GoPro の消費電力少ないな。パワーポンとか、ま、全然減ってない。全くじゃないけど全然減ってない。引いて あ、いや、あー、そうか、ここでやってもいいかな。あー、まあでもどうせすぐ切れるし、パタファイ充電しとこう。それアスパムの方ですね、そっちは、はい、私はまだピコラでも食べとこう。これヒヨドリっぽいな。うん、ほっぺとかちょっと赤い。ポーク卵っていう組み合わせですね、それ。スパムプラス卵焼き。モリモリ食う。確か三品茶はジャスミンの葉っぱの小さくしたやつが、ジャスミン茶で、大きいまんまなのが三品茶とか言ってましたね。そうなんですか。ええ、沖縄のジャスミン茶。
あと宿までは、ああ、まあそれなりにあるのは10キロぐらいか。宿まで戻って、ね、荷物を置いて、で夕日見に行く的な感じで。ああ、ここから先しばらく電波ないけど途中からあるな。念頭平松っていう何らかの場所から先はある、念頭かどうか読みわかんないですけど、なんかそんなのといっても一枠しかないの、それだと。GPS がさっきからあのヤフー地図だと細かい道路全然出ないんで、こんな時のために持ち歩いてる国土地理院の方で。の中に落とすと絶対もう見つかりませんよ。データってビットマップなんですか？ええ、ビットマップです。ビットマップ、PNG だったり PING だったり JPEG だったり。あ、ちょっとじゃなくてこうかと。ってことはフォントサイズそのままでっていうのはできないわけですね。ん？そのままっていうのは、その地図拡大縮小したりすると、ええ、本当も一緒に。あ、でも地図は複数の縮尺持つんですよ、ビットマップは。そうなんですか。ええ、でどの縮尺持つかっていうのをいろいろチューニングしたんですよ、うんうんうん、こいつで見やすいように。今の地名のデータとかも全部ビットマップの中に入ってるんですね。ビットマップに含まれるやつは全部わかります。大体あのビットマップって書いてあるんで、うんうん、で全国分の画像が入ってると、画像のその多分なんかチェックが何かやってるなと思うんですけどね、 1,2 分かかりますね。あ、本当に全部食べた。あ、食っちゃった。すごい。半分だけにしようかと思ってたら。あと10キロで、振りしながら1時間かかったとしても、うん、まだ1時間半近くある。まだ来ない。出てる、バッチリだ。すげえ。投稿線もこんな細かく。で、投稿線の色とかは ある程度これもあの調整で、うん、天の岩とかあるな。うん、じゃあ下りますか。下りも怖いな、これ。
っちは V ブレーキだからまだいいけど、ロードの、なキャリパーブレーキかですよね。やっぱこの斜面下るのはちょっとかなりキャリパーブレーキだとかなり力入れないといけないですよね。でポジションがどうしてもそこになるから、うん、前傾も、うん、地面近くなるから。いやまだ穏やかですけどね、うん、そうさっきこれで頂上まで行けるかと思ったら最後またあったのがなかなかでしたね、うん、油断したら、うん、気を抜かせて、眩しくて全然見えない。これぐらいで水平か。うん、取れた。ああ。なんだろうこの斜面。GoPro じゃ映らないだろうなこの斜面の影のところは。なんか砂地になってて崩れたのかなこれ。すぐそこまでなんか砂が崩れて張り出してきてるように見える。あ、実際そうなのかな。なんか崩れてこっちに落ちてきてるように見えますね砂が。あと道路がなんかかなりあの浜辺の歩く道な感じに。ここだけなんか扱い違いますよね砂が上から来てて。上まで、あそこまで、あそこぐらいまでだったら登ってもいいな。あれ？洞窟？広さ約600m、高さ10mの洞内に入ることができます。この洞窟は江戸時代の、行ってみますかね。天の岩屋、これがさっきの地図に出てるとこじゃないですか。あ、これが、うん、で、さっき向こうになったのは西熊谷洞窟でしたよね。あ、なるほど。ちょっと入ってみますか。行きましょうか。入り口もなんか侵食されてる。ロボさん、ん？ライト持ってた方がいいですよ、きっと。あ、なるほど。いや、それはなんかそんな気がしますね。GPS のログのために一応持っていくか。
中を記録できないけど、あ、向こうから仲良かったな。砂が砂が、うわぁ、おっとっとっと、なんかヤスデみたいな虫がコロコロ死んでるな。これ下りは、下りがちょっと怖いような。岩じゃないから大丈夫かな。下に向かって傾いてる。これはヤスデっていうか、やっぱヤスデだな。ヤスデっぽいな。そこの影にあるとしたら、普通ハイエ、これ？これじゃないですか？デブでヒゲだったらダメなのかよって感じですね。すごいな。そこでストップ。いかんよ、今入ってます。入ってます。これ中入れる？これはどうだろう。ちょっと取り回し悪くなるんで、一旦この GoPro の電源とヒップバッグはここに置いて帰りに拾っていく。ちょっと尻がよく引っかかるんで、ウエストバッグしてると。確かに。こうしてここに置いて。これ放送できたらすっごい盛り上がったで。ですね。間違いなく電波ないけど。ちょっと待ってください。はい、こうして、これでよし。さて逆か、これ逆に、体逆にしなきゃダメですね。おお。でも入り口、ほんとそれ人によっちゃ通れないですよね。あ、ちょっと今そのままナイス。はあ、洞窟っていうのかな、こういうの。とっとっとっと、うわ、砂が入った。なんかさっきのヤスデみたいなのがいっぱいいたの、この中にいるんじゃないですかね。違うかな。あ、とっとっと、砂が入る。そこで、あ、まだあそこある。すげえ、続きがあるの。 600m って書いてありましたからね。 600m ったら相当奥行きありますよね。なんか生活臭がバケツありますね。これは GoPro でバッチリ撮っとかないと。ついてるよな。よし、マイクもちゃんとつながってるよな。うわ、とりあえずここでフォトシンス。
ってダメだろうな。あ、アンドゥ、アンドゥ。あれ？オンになってるな。これでいいか。すいませんね。あ、いえいえ、動いてもらって。よし、これで終わり。うん、パノラマ接続中。それそういうアプリですか？ね、あのこれマイクロソフトが出しているフォトシンスっていう、SYNTH かな。何がすごいって、これがすごい、ね。すげえ。だからビューアーもここで見なきゃ、またパソコンで見るかしないとダメなんですよね。あ、割とちゃんと映るな、うん。ちょっと覗くだけ。なんか神棚っぽいもの、階段っぽいものが、ね、しかしすごいな。リンゴ、生リンゴがあるってことはまだ人が、うん、そう、なんか真ん中に置かれてる水晶のあれが、ちょっと下欠けてますね。そっちは鏡なんでしょうね、あれでしょうね。割と短い。さらに奥があるといや、あれはちょっと無理ですね。あ、今明るくしました。なるほど。一番明るいのにすると熱くなってくるんで。なるほど。普段使ってないんですよ。写真。あ、二頭持ってきたんですね。おって、おあと、なぜか帽子が嫌だな。帽子？あ、本当だ。こっちもなんか続いてるな。え、結構奥の方までありますね。おお、この中で昼寝とかしたらどんな気分かな。あー、ちょっと怖いっすね、さすがに。よっと。でも夏とか涼しそうですね、ここは。あー、でしょうね。ちょっと、そう、これは、こういうとこだとあんまり年間通して気温が高くなさそうですね。
上原と書いて上原かな、これは。ああ、なるほど。いや、普通に上原、上原かもしれないですね。おお、ここからの景色もすごい。3、4と。これと調整して。ここはなんか、しれっとしたところに、しれっとなんかあんまり大きな看板も出さずにいるけど、すごいですね。まあいいや。いや、なんでもないんですけどね。いや、どうしたのかな。静かなところにじっとしているとちょっとぼーっとしてくる。いやいやいや、犬の足跡かな、これ。こっちもすぐそこで終わってるように見えるけど、わかんないですね。あと、あそこになんか光るものがある。あ、ここにっぽいですね。あ、そうか、でも配信でこういうのやると多分本気で、本気で怒るというか、面白半分でやるなっていう人いますからね。うん、これはこの辺りかな。あ、奥にあるのなんか祭壇っぽいものですかね。ああ、ですね。なんかろうそく近くになりますね、うん、うん、これは呪術が落ちてる。風色とか海色なんですかね、削れてんのは。バランスを、よっと、出口。
頭ぶつけました。あ、でもヘルメットしてるから大丈夫。よいしょ、すごかったな。そしてここからの景色もなかなか、うん、もう充電いらんかな、2時間も取らないし。電波状況は中。熊谷洞窟でしたっけこれ。灯台見えてる。ここに入り口があるなんて分からんよな。ちなみに洞窟入り口写真中央の隙間を体を傾けて抜けますと。あ、そうか、ビデオあと1時間ぐらいか。よっ、あれ靴に砂が入ったと思ったけどあんまり感じんな。
この後、ホラヒさんのあやつかな、後ろの4つの穴は靴底、かかとの繋がってない。なんで？ん？あれ、バッテリー切れてる。よいしょ。了解了解。ちょっと待ってください。こうで、あと iPhone でも iPhone でも。あ。こっちの方が HDR あるからいいな。せーの、はい。どうも。さすが HDR、 ちゃんと映る。 HDR なしと、はいはいはい、ありと。バッチリ映った。で、私はこれをツイートすべきですね。あれ、給電できてない、なんで。このケーブルもダメになってるのか。あ、刺さってなかった。よし。残りはあと55分。うわ、うわ、これちょっと写真を公開したら問題ありそうだな。野生的なさっきの虫がまとまって死んでる。なんだろうな。どっかにまとめているはずなんですよね。よう、ん、熊やかっこ天の岩戸って書いてありますね。イヘアソウと呼ばれる、緑や紫を帯びた硬いチャート、ケイガンチャートの古い地層から成り立っていますか。周極下の中の弱いところが風や砂で削られて侵食され空洞になったと。なるほど、風食ですかね。
広さ約600平方メートルですね。あ、よく見たら、うん、2が書いてありますね、 M の右上に。琉球レッドでも特異な存在であり、ご自責そのものです。許可なく現状を変更すること、現状変更すること、なんだろう、削ったりしたらですかね、何かを持ってったり持ち込んだり。広げたりとか埋めたりとか、うん、砂が入っていってるのもそのまましとくべきなんですよね。ありゃ、さっきの画像がどうしても投稿できない、なんか拒否されてる。画質下げてやってみるか。ヨロモさんが洞窟の中に入っていくよ、そのパッチリ投稿されました。ここから先は電波あるみたいですね。そうですね。もう今日は機材取り出すのがめんどくさいので放送なし。あれ、あっちの太陽がこう沈むから、うん、あとは山の間を抜けていって、で足が痛い、で瞬間的な筋肉痛みたいなやつ。孫木孫業、孫業のあの魚なんだ一体。ちょっと雷魚みたいな模様の、あ、また暑い。腕周り結構放熱関係しますよね。
GoPro だとこれ太陽見えてるから地面真っ暗かな。肉眼ではそこそこ見えてます。そこそこじゃないか、ちゃんと見えてます。明日本当に降るのかな、これで。今日日焼けしたかもしれないですね。この公園ですね、うん、あ、年頭平松公園。ここから先確か電波あるんだ。あ、おっとっとっ
ちょっとやばい匂いが。ゴム系の匂いかな、今のは。よく見たら舗装剥がされてる、ここ。これが確か左に行くと山の向こうに回り込むから右の方かな、うん、そうなんです。おわあ、お、お、今頃追い風ってこと思い出しました。行こうぜ。すごい楽です。これは面白いの信号ないですね。ありましたっけ。そうですよね。いや、今思い出そうと思って頭の中で画像検索したけど思い出せない。あ、熊谷洞窟って結構ちゃんと書いてあるな。ライトなかったら確かに奥の方行けないですね、うん、あ、楽。
そうです。まあ本当に外側一緒だったら向こうに道あるんですけどね。ああ、はいはいはい。でもこの辺りなんか道が集落がある感じに見えたんで、こっちの通ろうと思って。まあ何があるわけではなかったですね。まあまあ、カニ。え、カニ？でっかいカニが道路に。え、今いました？逃げましたかも。いや、いると思いますよ。ん？意外かな。ああ、死んでますかね。よ、足の数がだいぶ足りない。ああ、どうですかね。この辺り歩いててもそんなに不自然じゃない気もする。海から結構離れてはいるけど。ああ、もうだいぶ平たくなってますね、それは。この道はまあ一緒か。あれ、なんとか街ですね。貝の形のトイレだ。あれトイレかですね。貝殻の形のトイレ。あ、行きます。反対側は非対称だったりするのかな。あ、言われがあるっぽい。貝塚って書いてあったよね、今。
草とカイバル、草とバルカイズか、ガラミですかね、あれは。ここも600平方メートル。なんか造形凝ってるように見えるな。あ、これか、この形のやつか。いや、トイレだと思いますよ。私もトイレ行ってきます。あと30分か。またアップロード失敗してる。ここだったら大丈夫だろう。
ち上げるたびにローブさんのハイファイが引っかかりますね。引っかかる、あ、引っかかるっていうか、あのロボさんのそのつなぎますかみたいなのが出るんですか。そう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 。あれってなんか一旦切ればもうそれ以降そういうの出ないんじゃないんでしたっけ、うん、と思うんですけど、ね、今辺使い方よく分かってないんで、うん、はい、私もそのあたりのルールが分かんないですね。ああまた失敗した。なんで失敗するのかな。ダメだ、投稿できない。今一瞬料理の匂いがした。ダメだな、さっきの岩持ち上げのツイートがどうしてもできません。岩持ち上げの時のノーマルの画質の方で、あの低画質でやってもダメなんですよね。なんかダメな時は全然ダメ、電波あっても多分通信速度はそんな問題ないと思うんですよね。あれでもあんま繋がってないな。顔も洗ってきたからすっきり、風が気持ちいい。次か、夕暮れが17時40分ぐらいだから、あとで30分ぐらいゆっくりするかな。うん、裏側通っていきたいな。って言われた、小さい子供に。他の子供なぜかこっち見てない、なぜだ。こっちから
いや何もなさすぎるかな、こっちは。せっかく集落の中通ろうとしてるのに。いくらなんで村道すぎる。カーブミラーないな。思うんですけどカーブミラーなさすぎです。隙間だらけな。この壁はコンクリート違って隙間、あのサンゴのやつは隙間だらけなんで風が吹いても崩れないだそうです。適度に受け流すから。もうちょい。今道行きたいな。もういいかな。ブロック製作工事。やっぱりなんかああいう戸板っていうのかな、半分閉じまりしてあるような状態。様子がだいぶ屋根がやられてるな。もう台風の時もあれかな。いや違うか。スーパー廃材 JA か。お、左前止まり子、右役場ってことは、この辺りに宿があるはずだけど、GPS 上確かですね、どっか、GPS 上だと、ルート上だと、だいぶまだ距離あるように見えます。いや、これですね、あの一周無理やり、あの向こうのダムの方まで行ってまた戻ってくるっていう案にしたんで、どっかですね、GPS の、あの軌跡がピッと出っ、あの予定ルートがピッと出っ張ってるとこあるんですよ。どこだっけ。あ、行き過ぎてた、あそこだ。行き過ぎた。あの赤い線が出っ張ってるとこありますよね。じゃあまず宿に。あそこです。よし、ここは何時までだ。書いてない。ね、いやこれ何時までかなと思って、JA 何時まで開いてるのかなと、スーパーが。
こんとこだな。あそこのコンクリのあれだ多分。こっち裏か。こんなに部屋数あるのかな。あ、でもこれだ。一マスをコインランドリーもある。おー、いい感じ。ロフさん、ラッキー。うん、コインランドリーあった。ありますね。猫だ。あとなんか食堂みたいなのも見える。違うかな。ここはどこ行った？下入ったか。入った。ああ、中入った。ああ。中に入りました。よし。じゃあ到着。到着後。誰かのユンタクできるとこっていうのは。よいしょ。あ、こんにちは。よっ。よし。僕は一旦これで終わります。船だ。よいしょ。あ、つつ。よし。じゃあ録画終了。